パラパラチャーハンかな。これパラパラよ。じゃ、いただきまーす。うん、マジうまい。まあ、結構辛いな。ん、マーラーチャーハン。え、てか、ちょっと待って、一山さん、あれ、一山さん誰？え、これ作った人誰？一山さんじゃなくて、え、誰？俺だよ。俺かい。俺だよ。一鍋さんじゃなかったの？一鍋さんじゃないよ、俺は。誰？俺はコモキンだよ。コモキンかい。コモキンが作ったよ、チャーハン。なんでコモキンうちに行ってチャーハン作ってんの？いや、今さ、俺、マーラーブームだから。あ、マーラーブーム。もしかして、あの、リキンキのキャンペーン。おう、マーラーブームで、今日は本油ラー油じゃん。はい、ちょっとね、ピリ辛のチャーハンをと思って。なるほど、なるほど。そうなのよ。これはうまいっすよ。もうね、最近ね、よく一鍋さんが俺の芸風パクるから。ちょっと待って、一鍋さんがパクってたの？どっちもどっちかな。どっちもどっちかな。コモキンもパクってたんだ。そう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 。だから、ちょっとね、今日はチャーハン作りに。はい、はい、はい。わざわざ。わざわざ来ましたよ。これだけのために。そうですよ。これだけのために。どんだけ暇なの？いや、ほんと、めちゃめちゃ忙しいのにさ。間縫って、はい、やらなきゃいけないこといっぱいあるでしょ。やらなきゃいけないのいっぱいあるけど、チャーハン作るのも仕事だから。なるほど。そう、ありがたいですね。まあ、多分ちょっとこう一鍋さんとはちょっと作り方が若干でかかったかもしれませんが、うん、全然違う。途中で俺大丈夫かな、これ大丈夫かなってだいぶ不安になってたし、視聴者の方もいるかと思いますけど、さすがこうやってパラパラに仕上げる。いや、もう最後仕上がりは着地点は見えてるから。着地点なんか言えない。一鍋さんどこ行ったの？伊沢さんどうよこれ。今日はカメラ撮ってちょっと苦手な、苦手だいぶブレてますよ今日のカメラ。苦手です、もう本当に。そうなの？カメラは難しいです。意味が分かんない。難しい。iPhone を触ってるだけで。もう気持ちよくね、鍋振らしてもらっちゃって。ありがとうございます。何年ぶりかで。何年ぶりかで。ここの。いやいや違うね。この場所で振るのは、料理作るのは何年ぶりか。6年ぶりぐらい。あ、そうだ。思い起こすこと、あれ、あ、そうですね。6年前。ユーシャンチェーズ以来ね。ユーシャンチェーズ以来。はいはい。チーズと一緒に。そうです、そうです。はいはい。6年ぐらいになりますか。あ、そんなに。それ、もうちょっと前ですかね。俺は今日仕込みバッチリだから、ユニフォームまで。ちょっとあんまりそっち、あれ、名前が出ちゃうね。名前が。名前が印刷されてる。急に太ったなと思って。ガタイが良くなったなと思って。あれちょっと鍛えたな。途中もなんかちょっと喋ってました。喋ってないよ。一応無言で。擬音だけ。あれ擬音。あれね、やっぱり気持ちを盛り上げ、料理ってね、楽しく作んなきゃいけないから、自分を鼓舞するかのような声かけっていうの。すごい鼓舞してましたね。鼓舞しまくって。そう。俺ちょっと思ったら途中で失敗するんじゃねえかな。それみんな思ったのやっぱり。ここまで来て失敗できねえだろみたいな。できないよ。はい。でもやっぱりちゃんと着地は見えてる。いや、美味しいですこれ。はい。これは美味しい。やっぱマーラーピリってね、ピリ辛の味で、うん、はい、仕上げさせていただきましたんで。ありがとうございます。どうぞ。リキンキプレゼンツ、ストレスを吹き飛ばす辛味中華料理の祭典、天下分け目の辛味戦が開催中。10月1日から12月9日までの間、全国津々浦々の中華料理参加店舗でおすすめのストレスを吹き飛ばす辛味メニューが食べられます。さらに料理の写真を SNS に投稿すると豪華商品がもらえるというキャンペーンも。今すぐイベントサイトをチェックしてね。